ここで戻れるかどうかは定かではない。どうやって戻るかは分からんが、こっちか。まあこっちだな。これで戻れなかったら最悪だよ。やり直さないといけない。順調に回収してます。両方戻ってきた。意外に早かった。ラッキー。どこいる？いた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 。マスター動かねえ。よし、いけいけ。意外に早く終わりそうだ。ここでまっすぐ突き進んで合流して後ろからぶった切る。で全部回収した後ハイウィンドウまで戻ってマテリアをマスターする。そうすればマスター魔法だっけを取ることができると。それで最終戦だ。ちなみにパーティーを変えられるかどうかはわからん。上に上がった後にね。それ考えるとちょっと嫌だな。降りて大丈夫かな。なきゃ降りろ。おーっと、あ、マテリアじゃなかった。よし、いいぞ。ここからどうなってんだろう。うわ、すげえ、骨になってるな。あら、ちょっと待って。ここじゃなくて他は？他行けるところあるか。まだあるな。あ、やばい。大丈夫か。あ、大丈夫か。まだ死なねえのか、こいつ。ルーレット自滅したー。こいつ自滅した。死のルーレットで自滅した。これだけだな。どうしよう、一回地上に上がるか。一回地上に上がってセーブしようかな。こっち側からじゃ戻れん。一回合流地点のこっちに行かないといけないかも。あら、ここでジャンプか。で、
こっからまた戻んないといけないな。一回セーブしてから合流するわ。うん、また戻ってくるわ。こっちはいいや。ここでまた戻ってくる。セーブできたらね。オッケー、無事上に上がってセーブすることができました。では一回合流してみましょう。うわぁ、イベントが起こなかったな。出てくるんだけどね。よし、とりあえずもらえるね、シールド。これ二つ目になるね。コマンドカウンター、よし。ペット氏死んでますね。気づいたら死んでたい。HP 吸収手に入れてでしょ。全体全体全体。どこにある？あ、シールドあるね。で、すべて全体化だったっけ？コマンドカウンター、コマンドカウンター。あった。すべて全体化。多分これで、マスター、今のをマスターすれば、手に入るはず。コスモキャニオンで最後のマテリア。マスター関係の最後の一つが手に入るはず。うん。じゃあ、とりあえず、全部手に入れたから、戻ります。戻れます。じゃあ、ハイウィンドウまで行って、また戻ってきます。よーし、戻ってきたー。ようやく戻ってきた。マスターさせるためには、ユフィ指導が一番今のところいいかな。俺のパーティーの中では。今、2倍と3倍があるから、これで、いいや。うん。マスターさせて、コスモキャニオンに行って、最後のマテリア、いや違うな。マテリア取って、ゴールドソーサーで裏バトルだっけ？やって、セフィロスを倒せば、セブンも終わりと。もう、セブンも終わるんだな。いやー、なかなかだ。そこからマスターするために、ガンガン戦うよ。次は8だ。まだ終わってないんだけど。まあ、俺の、あ、違う、こっちじゃねえわ。こっちだ。これこれ、こう。俺のいつもの場所。こう、タダで泊まれるんだよ。こう、タダで宿泊できます。しかもマテリア、ギルをさ、貯めるのに、マテリアここで売って稼いでるんだよね。で、ギルがね、めっちゃ稼げないの。っていうか、いっぱいいっぱい持つのに、相当たくさんやらないといけないね。これはできんかもしれん。クリア後のやり込みみたいな。でしかできないかも。ギルをマックスまで貯めて、クリアするのはちょっと、時間上無理かもしれんな。全体化のマテリアをマスターさせて売ってるんだけど、全然たまらない。止まらないんだね。まあ、とりあえずマスターさせて、次コスモキャニオン、ゴールドソーサー、セフィロス退治という段取りかな、今のところは。ではまた戻ってきます。よし、裏バトルに挑戦したいと思います。OK、行くぞ。まあ、あとは運かな。スロットがあるからな。